つま先からちょっとずつ生まれ変わっていく気分。名前はまだない、始まった物語。最初の1ページには風の中に立つ人が、ああ夏草の匂い、湿った空気と打ち寄せる波の音、ああこの海が何とつながってるのか考えているの。美しい世界は遠くにあると思った。雨を待つ人魚のように生まれて初めてここはそうだと気がついた。